はい、どうもともきーです。今回は舞台編成のおすすめ戦法を紹介していきたいと思います。今回紹介するのは艦隊で、こちらですね。艦寧大使テーフの、こちらの、編成です。はい、では、つける戦法でおすすめの、勝てる、できるだけね、勝てる戦法のおすすめを紹介していきたいと思います。では、艦寧大使テーフなんですけれども、はい、ではテーフのおすすめ戦法から紹介していきたいと思います。挑発系か援護系をまずつけるんですけれども、現在僕は千里遅延をつけてます。これが、結構ベストだと思うんですけれども、これかもしくはですね、こちらの、攻略情報から見ていくんですけれども、深層絶戦、この2つはね結構強いというかね強力だと思います。はい。まあ、ちょっと違いを言うと、深層絶戦は、挑発プラス攻撃です。ダメージを与えます。千里遅延は、これは援護なんですけれども、統率を増やす。なので、防御系です。はい。その違いですね。まあ、敵にダメージを与えたい方は、深層絶戦でいいかなと思うんですけれども、あともう一つあるんですけれども、こちら、主事筆庫。こちらは敵軍の首相のみを挑発します。なので、敵軍のね、首相を倒したいとき、反撃と主事筆庫を同時につけて、敵軍の首相を挑発してダメージを与える。そういう時に、これは有効かなと思います。では、テーフのもう一つのおすすめ戦法なんですけれども、もう一つは、兵種をつけると、結構、効率よく強く戦えるかなと思います。で、今回ね、僕は白馬義獣をつけてるんですが、ここのおすすめ、一番は第一に、金パン軍。第3シーズンの、事件戦法で取れる、はい、こちらですね、金パン軍。通常攻撃後に 40% の確率で目標を回想状態にする。そして2ターン持続する。で、目標がすでに、回想状態の場合、平均ダメージを与え、ダメージ量の 30% を回復します。はい、かなり強い戦法だと思います。そして、艦寧が統率している場合、友軍の回心が、3% 増えると。艦隊艇なんで、まあ、艦寧が統率してるんで、この回心率は、発生するかと思います。で、まあ、一番にこの金パン軍がかなり有効です。はい、それでこの金パン軍なんですけれども、事件戦法、これ取るには、艦寧が必要です。はい。ここ、艦寧。なので、もう結構ね、難易度まあまあ高いと思うんで、これ取れなかった場合なんですけれども、はい、おすすめが2つあって、今回つけてるね、白馬義獣、もしくは、無頭飛軍ですね。王兵の継承戦法ですね。はい、その2つが、まあ結構おすすめかと思います。で、まあ、違いはというと、白馬義獣は、結構、行軍スピードがアップして、さらに、ですね、開始後2ターンの間、先行状態になります。そして、さらにアクティブ戦法の発動確率を 10% 増やします。なので、ですね、行軍スピード速いだけじゃなくて、結構ね、能力も強いです。なかなか強い。はい、それでもう一つのおすすめの無頭飛軍なんですけれども、自軍全体の統率と速度を最大で22増やして、1ターン目に敵軍2人を中毒状態にして、毎ターン継続ダメージを与えます。そしてそれが3ターン持続します。なので、統率と速度増やす、プラス敵軍にダメージを与えることができる。まあ、なかなか強いかなとは思います。はい。なので、金パン軍持ってなかった場合は、白馬義獣もしくは無頭飛軍の、まあ、好きな方でいいかなと思います。はい。では、大使時の、おすすめ戦法を紹介したいと思います。今回ね、僕はね、憲法発災と、ヘイム醸成をつけてるんですが、これできればね、ヘイム醸成ではなく、ちょっと攻略情報から見ていくんですけれども、
はい、こちら殺生御部をつけると、結構強いかなと思います。これはね、ランダムで敵軍単体の統率と知力を100ポイント低下させて2ターン持続、そして自身が首相以外の場合、自軍首相に2回の防御を付与する、かなり強い戦法かと思います。でも取れるのが継承で、まあ対支持下転移を継承しないといけないんで、まあなかなか難易度は高いかなとは思うんですけどね。はい、それで殺生御部と組み合わせる、もう一つの戦法、はい、こちら、憲法破砕、こちら事件戦法の白馬の戦いの、まあ戦法なんですけれども、攻撃目標にもう一度計略ダメージ、まあ通常攻撃を与えて、1ターンの間、技法状態にします。まあ技法状態っていうのは、パッシブ戦法と指揮戦法を、防ぐことができます。これかなりね、まあ事件戦法だけあって、かなり強い戦法かと思います。はい、おすすめは今言った殺生御部と、憲法破砕なんですけれども、まあ結構ねメジャーというかみんなつけてるのが射石任務ですね。これ通常攻撃後にまあ統率減らすプラスアクティブ戦法を不能にします。かなりね強いです。そして取れるのもシャマカの継承戦法なんでかなり取りやすい。まあ気軽につけれる割にかなり強い、戦法だと思います。はい、それで今殺生御部をつけれなかったんで、こちらヘイム醸成をつけているんですが、こちらは3回目の通常攻撃時目標に軽略ダメージを与えてさらに自身を回復します。なのでまあ、攻撃プラス回復ですね。はい、では最後に関連のおすすめ戦法なんですけれども、鉄板なのがこちら、満士聖者、これがねかなり強い。1ターン目の準備期間の後、敵軍全体に破陣ダメージ、そして 50% の確率で回想状態にして継続ダメージを与えます。これがねかなり強いんで、これ、満身聖者を取れたら、これを軸にしてもう一つを、考えるといいかなと思います。はい、そしてもう一つつけてるのが、僕自身つけてるのが、こちら破陣再建ですね。こちら1ターン目の準備期間の後敵軍2人の統率と知力を減らします。そして2ターン持続する。そしてさらにその敵に、平陣ダメージを与えると。はい、この戦法の組み合わせが関連のおすすめの戦法です。で、ちょっとね注意点があるんですけれども、このつける順番、こちら破陣再建と満士聖者どっちもねアクティブ戦法なんで、これ順番が、第2戦法第3戦法の順番で発動するんで、はい、先に破陣再建をつけた方がいいです。なんでかっていうと、敵軍の統率と知力を減らす。そうすると、次に出す満士聖者のダメージ力アップが、期待できます。はい、関連の戦法のおすすめの、他で言うと、ですね、まあ、メジャーなとこだと、強攻ですね。これ、連撃状態にするんで、まあ、なかなか強いかと思います。で、最大で、まあ、45% の確率で発生します。はい、他で言うと、まあ、ここで、見ると、まあ、おすすめはね、秘術撃去か左右階級ですね。まあ、どっちがいいかというと、ですね、僕だったら左右階級つけるかなって感じですね。で、これは、回心率がアップして、さらに敵が騎兵の場合、敵を回想状態にします。はい、もう一つの秘術撃去なんですけれども、敵軍で統率が最も低い武将に平陣ダメージを与えるという、戦法です。はい、なのでまあ、統率の低い武将にダメージを与えるってことは、まず、弱い武将を、1人まずやっつけちゃおうっていうね、そういう感じの戦法かなと思います。はい、可能ならこんな感じで、破陣再建満士聖者を、関連の、戦法につけると、かなり強くなるかと思います。
はい、それでは今回は、艦隊艇の、まあ、おすすめ戦法を紹介してみました。また、いろんなね、まあ、戦法紹介などもしていきたいと思います。よかったら、ぜひ、また次回も見てください。よければ、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。